どうしましょうかね、今日は。まず、じゃあ、山田監督の話をするっていうことですよね、今日。まず僕に一番驚いたことがあるんですよ。はい、スペシャルサンクスに僕の大学の同級生がちょこちょこいるっていう。あ、そうなんですよね。塚田さんが玉美の湯が出身 で、ね、山田監督は玉倉出身で。そうなんですよ、そうなんですよね、うん、だからなんか多分結構世代的にも重なってたりするのかなという感じですよね。僕の学年だが一つ上になるんですよ、山田監督が。じゃあ結構ほぼ一緒って感じですか。ほぼ一緒ですね。で、だから本当学生の時にね、こういうふうな関わりがあればもうちょっと味わい深い感じになったんですけど、ちょっとニアミスっていうことで。そうですね。なんである時友達はね結構なんか共通の友人とかいると思うんですよね。そうそうそう、そうなんですよ。僕の同級生普通に2、3人いました。さっきね、上で会った先輩の話、先輩が塚田さんの先輩が山田監督のご友人であるみたいなそういうことなんですよね、うん、だからまあそういうところにいた人にもかかわらず、まあこういうふうなところで初めてしっかり作品を拝見したんですけれども、まあ、今日は短編の作品とミュージックビデオの作品両方見てますよね。そうですね、はい。で、まあ、毛色が違う、と思うんですが、ある程度でもどうかこうざっくり言うと、その結構その監督のイメージが個性的なので、なんか割とこう作品どれ見てもこういっぺんにこう山田ワールドを押し寄せるっていう風な感じはあるんですけれども、でもやっぱりその中でもちゃんと自覚的にコントロールしながら世界観っていうのを形作ってるなっていうのは結構よく感じてて、で、まあ、まあ例えばまあ、現実の世界とすごく空想的な世界とか、あるいはその自分とそれ以外の他者だとか、なんかそういうふうな緊張関係とか対立関係をすごくよく考えながら作品を作ってらっしゃるなっていうふうに思いました、全体的には。はい、まあ、そうですね、割と多分一貫して、まあ、ある種の集団の、まあ、ヒステリー状態だったりだとか、うん、まあ、その、まあ、コントロールされてしまっているような状態の中で、うん、それとなんていうんですかね、そこになんかの中でもがいている個人とか、うん、まあ、一方でそのもがいている自分も実は周りと変わらないんじゃないかみたいな、そういう葛藤をずっと書き続けてて、まあ、それは多分クライアントワーク、いわゆる依頼して作るようなミュージックビデオとかでも、変わらないところなのかなっていう感じではありますよね。なんかそういう構造的な判定もありますよね。なんか、うん、ヒステリー的なものにこう苛まれてるけど別に俺も変わらないみたいな、ね、そういうところありますよね。で、まあ、多分そのでも結構短編作品の場合は結構そういった構造が割と見えやすいようなところはありますね、うん、やっぱりララブラザーズだとか、ね、ウェイターだとかは結構その、はい、まあ、メインのキャラクターがいて、うん、で、まあ、それがまあ、クリーチャーたちに出会うというふうな、はい、形があって、まあ、こういったところから見ていくと、まあ、分かりやすいのかなって思いますね。だから例えばその、まあ、ウェイターじゃなくてラララブラザーズか、はい、ラララブラザーズの場合は、こっち側の世界にいる人とあっち側にいる怪物たちの描き方に割と質的な差異があるなっていうふうには思っていて、ラララブラザーズでスーツの男性がメインで動いてますけど、彼が結構記号的な要素でしか造形されていないっていうところは、はい、すごく無個性な、そう無個性で、まあ、透明になっちゃってますね、ほとんど、メガネと髪の毛とスーツですよね、うん、だからその社会に歯車となって生きているような存在としての、そういった記号性っていうところの最低限の要素にして、うまくこのなんていうかな、その特殊な存在としてしてないっていうか、ある種のワンオブゼムみたいな感じに描くことによって作品の間口を担保する。でそれによって非常にそのこう量感を伴って出てきますよね。なんか狼みたいなやつだとか、はいはい、そういったところの人たちが、だからそっちの方にすごく印象が持っていかれるっていうか、でそういったところでまあ
振り回されていくわけなんですけれども、まあそういったふうに振り回されていくうちに、なんかだんだんあの作品の中の世界が逆にリアルに感じられていくっていうふうな、徐々にこう作品の世界観にしっかりと巻き込んでいくっていうふうな力に満ちているような作品が、まあ、ララブラザーズかなというふうに思いました。あれですよね、なんか主人公がある種社畜的な、そうですね、生活をしているリアルの中に対して、まあ、悪夢的なファンタジーな世界の方がむしろ質感を伴って、うん、豊かな質感を伴って立ち上がってくるっていうところで、その対比というか対比が効いてますよ ね、うん、本当それと、まあ、ウェイターもまた同様の構造を持っていますよね、はいはい、やっぱりでもと同時に、でも結構ウェイターとか、まあ、結構どれもそうなんですけども、やっぱり全体通してみて改めて、はい、まあ、その一個の道具立てが あってそれに基づいて作品がこう構成されているっていうのが分かるんですけど、はい、なんかどれを見ても今日改めて見ても結局何なんだろうって分からないことが多いですよね、うん、なんかそのちゃんとこの、うん、これなのかなみたいな、そうですね、ところでなんて言えばいいのかな、なんかまあ一つの意味に固定してないなところがあってありますよね、うん、でもこう反復して割と同じモチーフを使うっていうのも特徴だと思うんですけど、はい、まあその まあ、顔が、うん、ラフな描線でビヨビヨビヨ目線が描かれているキャラクターとか、はいはい、あとなんだろう、卵みたいなウェイターの時の卵に顔が描いてあるの出てきたし、うん、ハンターの時も出てきたし、なんかそういった風にこうそれぞれの世界がそれぞれこう同じ世界線上にあるのかなっていう風なところが、やっぱどれも一貫して面白いなっていう風にはありますよね。そういう風にこうまとめてみると余計思うことがあるっていうか、うん、ある種スターシステム的な感じで山田キャラクターが随所に、ね、登場するのがありますよね、うん、でまあ結構なんかどの作品でも卵顔のキャラクターはこういう役回りとか、ね、まあ、あと、うん、特に多分顔が文字っていうか波線になってるようなキャラクターっていうのはある種のなんか抑圧とか熱狂するような集団っていうのを、まあ、ほぼどの作品でも必ずになってるっていう感じ で、ね、うん、まあ、実は役割が連続してたりするっていうのは、うん、まとめてみることで結構わかるかなっていう感じ だ、 と思います。だからそういうふうな、でも何らかのこう常に問題提起があって、で、まあ、特にハンターとかはすごく社会的なテーマが盛り込まれているような感じはしますよね。でもまああれだけ社会的な雰囲気を伴っているにもかかわらず、あれだけその5話の描写を、うん、もう両方あるっていうのは非常に特殊な何だろうな雰囲気をたたえた作品だなっていうふうには思いますね、やっぱり。なんか多分ハンターとかも、まあ、先ほど、意味が一つに自分の中で、はい、帰結しないというか、いろんな風に解釈の余地があるっていうことを塚田さん、おっしゃっていただいたと思うんですけど、多分だからハンターとかも、なんか今の我々からすると、まあ例えばさ昨年のピエール時だったりだとか、はいはい、そういうある種時事的なものとして、まあ、かなり説得力を伴って納得感がある表現になってると思うんですけど、多分これって時代が、進むにつれて、あるいは昔の人が見たら全く別の具体的な誰かを思い浮かべたりすると思うんですよ ね。だからなんかその、時代時代によってこの表現によって何を思い浮かべるかっていうのが結構変わってくるっていうのも、ある意味、現実の人間とかではなくて、そのグラフィック化しているアニメーションならではの一つの、うん、成果なのかなっていうことはちょっと思いますよね。あとハンターで面白いなって思ったのは、そのまあ観察を、まあ、ゴシップを探している記者のような人と、はい、まあ、それをの後ろの会社の人たちみたいな人たちとかがいるじゃないですか、はい、でまあ、それ と、まあ、そういうドラッグだとかそういった、うん、マスコミのゴシップ、あっち側 のセレブリティ の、うん、生活みたいな、その双方の世界があるんですけども、その双方が共になんか狂ってる存在として、うん、そのどっちが愚かだっていうんじゃなくて両方愚かだっていう風な視線が、まあ、例えばそのゴシップを探している人たちがこう窓から外からバーンって現れてくるだとか、はいはい、でその後なんかよくわからない設定ですけども、
会社とかで待機してた人がこの首からブワーって出てくるだとか、なんか あとその後繰り広げられるその、うんうん、あのバラバラにして吊るし上げていくような何か、はい、でそれで俺たちはその、そういったネタでもって俺たちはそれをまたホットドッグみたいなのにして売るっていう風な、うんうん、なんかこれはそのとてもその何とかなその、その両者本当両方ともすごく、狂っているような世界観の中でいて、うん、なんかそういうそのまあ突き放した目線といえばそうなのかもしれないですけども、うんうん、そういうインパクトはやっぱありましたね。なんか、うん、まあ夏と彗星のミュージックビデオとかも割と、まあ、時系列としてはこっちの方が後ですけど、そういうところはあるかなっていう。ああ、そうですね、そうですね、まあ歌詞がそういうテーマですしね、出てくる女性が、まあ、ある種ファムファタル的というか、うん、まあ、あらゆる芸術家にとってその人の道を決めてしまい、まあね、また狂わせてしまうような象徴的な存在っていうのが、まあ、女性にとして描かれているのかなっていう印象がありますけど、そうですね、だからすごくなんか近代的なまあ、画家とモデルっていう、ああ、そうですね、はい、そのテーマにも連なるようなところから、まあ、普遍的な問題につなげてるんじゃないかなと思ってて、うん、そういうところでは面白かったですけどね。でも僕ね、ちょっとその夏と彗星はもうちょっとキャラクターの造形もちょっと面白いなと、はいはい、なるほど、はい、首がねちょっと長いじゃないですか。そうですね、で首って僕はあんまりこのすごくこう強い根拠を持って考えているわけじゃないですけど、なんとなく首って多分人間の内面を視覚的に表現するときに大事なパーツなんじゃないかなと思ってて、なるほど、なるほど、はいはい、だから首がないキャラクターっているじゃないですか、はい、キティちゃんとか、はい、そういったキャラクターってあんまりその人間的な内面はないですよね、首がないキャラクター。あと、まあ、ドラえもんとかもありますけど、はいはい、なんかその首がないことによってなんかちょっと人間とは別のもの、人間とは違った存在みたいな雰囲気があったりして、で、あとすごく幼稚に見えたりだとか、首がないと、うん、でもなんか首があることによってなんかそのキャラクターのこう内面が見えてくるんじゃないかなというふうに思っています、僕は。だからなんかその首がちょっとあることによってなんかちょっといろいろそのキャラクターの内側をこう妄想したくなるような感じがあって、で、まあ、でもよくよく考えると、まあ、多分だから例えばモディリアニとかも、はいはいはい、わかりますよね、はい、画家のモディリアニとかもちょっと首長かったりするじゃないですか、うん、なんかあとマニエリスムの画家はみんな割と首が長くて、そうなんですよね、うん、だから、まあ、そういったところがですごく僕は結構引きつけられたかなってことはありますね。今の首の話でいうと多分だからキングヌーの、プレイヤー X は多分そういう意味だと一番分かりやすいかもしれないですね。登場、主人公と言っていいのか、まあ、アーティストがいて、はい、アーティストはまあ比較的普通の人間のプロポーションをして、まあ、こう前かがみでこうガクッとなってるから首がシュッとしていて、まあ、それに対してなんかその熱狂しているけど最後ある種なんか捨ててしまうというか、そのアーティストの実存よりは偶像というか幻想の方を追っているファンの人たちはあれですよね、首が全くないので、それでいうとなんか先ほども冒頭でちょっと話した目が波線とか文字になっているようなキャラクターはまあほぼみんなムーミンのニョロニョロニョロみたいな感じで必ず首はない感じで描かれてたりします。その辺ももしかすると山田さんの中では確認したわけではないですけど、まあ、一貫性というかそうです、ね、あるのかもしれないですね、うん、まあ、結構そういう、まあ、モディリアの話しましたけども、まあ、なんとなく首を強調するっていう風な系譜ってやっぱりあるので、うん、なんかそういったところをなんとなくこうビジュアル化する時にまあ、こうかなっていう風な感じでこうキャラクターデザインされているのかなっていう風に思いました。よくない夏と彗星が僕ね一番好きなんですけど。ああ、そうなんですね。今日の作品。それはなぜですか。やっぱ踊ってるところがあるから。ああ。踊ってるところはやっぱりまあ、ミュージックビデオ、踊ってるミュージックビデオって、まあ、当然5万とあるわけですけれども、意外と
あれアニメーションでこういうあのちゃんと振りをつけてで踊るっていうのをあんまり見たことないような気がして、まあ多分 なんか思い浮かびます。思い浮かぶという意味ではまあやっぱりあるんですけど、まあでもまあ、ファンタジアとかねもちろんそうなんだけど、うん、ただやっぱり個人作家がこれだけの物量でやるっていうのはやっぱり大変だろうなっていうのはすごくあって、まあ個人作家、まあ、山田さんの場合ほぼ一人でやらざるを得ない状況の中で、であのまあ、ある意味自分に対する負荷のかけ方が山田監督すごいなって感じなんですけど、まあほぼ確実に一人じゃなくて集団で踊ってるんですよね。そうですね。あれを書くっていうのは相当大変なので、あれってどうなんですかね、まあこ、まあ、皆さんはいらっしゃらないかもしれないですけど、今次 あのトークの時にの、はい、その辺の制作の苦労とかちょっと聞いてみてほしいですね。ではい、分かりました。コピーペーストとかしてるんですかね。いや、あれは というよりもあの基本的に、ダンスのカットに関しては変化がついてるとは思うんですけど、まあ、いわゆるそのまま使えるものは使い回してるって感じで、反転とかさせて、そうです。ただまあコピペはやってないんじゃないかな、うん、レイっていう感じはありますけど、はいはい、レイヤーのコピペはやってないような印象をちょっと受けましたけど、ただそうですね、編集段階で同じ素材を使うっていうのはやってるはずですね。そうですね。まあ、多分とかそれをやらないとさすがに、コントロールしきれない。そうですね。でね、あの僕このあのダンスシーンを見てハッとしたのは、あの、水しぶきに対する意識なんですよね。うん、だから多分その実写でやろうとするとああいうことをさすがに水しぶきまでコントロールするのって大変だと思うんですよ。はい、うんうん、で、あのでもアニメーションだとまあもちろん物量的な作業の膨大さはあの、はいはい、もちろんなんですけども、あのそれがあのできるように、うん、こうなりますね。ちょっと大変だけど、そうですね、うん、結構やっぱりね、そのなんかふって、あ、そういえばこうあのサカナクションの新宝島のミュージックビデオで、はいはいはい、なんかボンボンつきって踊ってるんですけど、はいはい、人がやっぱりそのボンボンとか見てるとやっぱりなんかちょっと違うなとか思ったり、ズレがあるって、アニメーションほどコントロールが効いてない、そう効いてない、うん、から、あ、なんかこれはすごく気持ちいいイメージだなっていうふうに思いましたね、僕は。やっぱりその世界全体をコントロールするっていうのは、まあ、一つやっぱりアニメーションの得意とするところで、うん、それこそあの、昔あのディズニースタジオと並び立っていたフライシャースタジオも、ね、の、はい、音楽に合わせて本当に世界全部がキャラクターだけじゃなくて世界全部が踊るみたいなのをやっぱりやってて、そういうところでなんか、まあ、アニメーションってこういう表現ができるんだっていうインパクトを与えたりはやっぱりしてるので、まさにそれはおっしゃる通りだと思います、ね、やっぱりラストのサビでは20人ぐらいの人がこう、うん、出たり入ったりしながら踊ってますから ね、 ね、あれはもう本当すごく鳥肌が立つような素晴らしいシーンだなっていうふうに僕は思ってます。やっぱりあとあれですよね、その、まあ、モノクロだっていうこともあって、僕は骸骨の踊りとかをディズニーの、はいはい、思い出したりしましたね、はいはい、やっぱりあのシリーシンフォニーですね。そうですね、はい、シリーシンフォニーシリーズの、うん、だからそういう、なんだろう、そのアニメーションの伝統みたいなこともちょっとあのダンスっていう風なことを通じて、うん、でまあ踊りっていうのは当然その映画史的な問題でもあるわけで、まあ有名なのはバスビー・バークレーだとか、あのそういったそのミュージカル出身で映画も手掛けたみたいな人が、まあすごく特徴的なあの演劇、あのダンスのシーンを映画に取り入れたりしているんで、なんかいろいろそういう映像的な記憶があの思い出されてきて、映画史、アニメーション史の、そうですね、うん、との連続性も感じられたって、うん、そうです。あとね、その水しぶきはあのピノキオとかもね、あ、はいはいはい、あるじゃないですか、すごいのが結構、はい、うん、そういうのを見ながらとても気持ちいいので、僕はかなりこれが好きでしたね、うん、あとツイッターの方であの最後の作品ファイアーヘッドの方もちょっと押されてて、あ、ファイアーヘッド、そうですね、ファイアーヘッドについてはちょっと補足というかあれなんですけど、まあ、一応今回日本初公開というか、はい、映画祭でのプレミアを控えての日本初公開の作品で、うん、まあ、次の回で多分山田さんには山田監督に詳細は伺うつもりなんですが、まあ、文化庁の方の、渡航支援プロジェクトの一環でドイツの方にですねフィルムアカデミーに1年間滞在して、まあ、その間に制作された作品で、うんうん、まあ日本初公開で、まあ、あのこの間、大藤信郎賞、あの日本で割と権威あるというか、はい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 、歴史の非常に長い、ね、短編アニメーションの賞の方に、はい、まあ、ノミネートもされたりということ で、ね、はい、されたりしてましたね、まあ、多分今後、あの映画祭や映画祭で、まあ、もしくはあの今回あの
すごいたくさんお客さん来ていただけてるので、はい、今後なんかいろいろ上映の機会とかもあると思うので、そういうところで、まあ、山田監督いろいろこのファイアヘッド見る機会があると思うんですけれども、うん、バンバン賞を取るかもしれないですね。そうですねもう総なめみたいな感じになっちゃう。いやでもこれはあのまず設定が何より良かったですね、うん、設定が、はいはい、うん、あのまあそのまあ、自らの、身体の一部 が、を、まあ、誰かにあげることができて、で、まあ、それですごくあの仮想的なキャラクターが、うんうん、キャラクターというのは仮想的な設定っていうのが、まあ、まず面白いし、あと、まあ、それがその、まあ、あのディストピアになっちゃうっていうのがとても、うんうん、あのすごくあのなんだろうな、作品の厚みになっているなって思って、うん、なんか アンパンマンが本当ディストピアになったらみんながアンパンマンになって分け合うようになったら意外とやばいみたいな感じですかね。で、あのそれと同時になんですけども、まあ本当あの すごくびっくりしたのは、そのあの、まあ、純アニメーション的な完成度が非常に高い作品っていう、まあウェイターとかだったら実写の素材を使ったりだとか、はいはい、まあ、あるいはあのもうちょっと前の作品だともうちょっとそのあの紙の素材感だとか、うん、あの絵の具のテクスチャー感とかを押し出すような、はいはい、あの画面の構成の仕方を教えてたと思うんですけれども、なんかファイアーヘッドはあの、まあ、あのセルアニメーション、じゃないですけども、まあ、かなり平面的な塗りでね、まあ、あの背景も、背景もあのキャラクターもやられてて、なんかすごくあのストーリーテリングすることに集中をしていると同時に、あのまたそれぐらいこの要素があのギュッて絞られるとこっちも動きにすごく集中して見るので、うんうん、あのそこら辺であの、またこれもまたそんなんだろうな、この次 の、 あの山田監督がフェーズに入ったのかな、まあ、どうなのかわからないですけども、本当非常にあの充実した作品だなというふうに思ってます僕は。そうですね、やっぱりその今回まとめて見ていただくとなんとなくわかると思うんですけど、まあ、やっぱりあの、まあ、キングヌーだったりキセルの、まあ、ミュージックビデオとかでやっぱり、個人作家って有名になることが多いんですよね、うん、まあ、表に出てくるときに、はい、でもまあやっぱりそのミュージックビデオって前に、プライベートな作品があってそれを見て声をかけるっていうパターンがやっぱり多いので、うん、実はあのプライベートな作品にその後に続くようなエッジの部分が凝縮されて出ているっていうのがあって、今回それも多分分かっていただけたと思うんですけれども、ファイアーヘッドもだからある意味、今一番山田監督のエッジの部分が出ていると思うんですよね。そうですね、うん、でまあ、それで言うと先ほどから、繰り返し何度か話したように、多分その集団の中で、はいはいはい、自分がもがいていく、うん、でも自分も周りと変わらないかもしれないっていうすごい葛藤を一貫して山田監督描いてきたと思うんですよ。で、まあ、やっぱりその葛藤って当然答えなんてないし、すごく、もがきにもがく、まさにもがくことを描いてきたと思うんですけど、まあ、ファイアヘッドのいいところはなんか僕がすごく感動したのは、なんかそこから抜け出すところまで描いてるっていうのはなんかすごく、今までの作品からさらに一歩フェーズが進んだっていうことがすごく分かりやすく示されてるかなって。プレイヤー X では抜け出せなかったですからね。そうなんですよね、うん、殺されちゃうっていう。そうそう、殺されても殺されちゃったけど、でもあのその、刺されたあの刃物を抜いて自ら、うん、あの銃で死ぬっていう風なあのところで、まあ、抜け出せないけれども自己決定はした。そう、円環構造が割とどの作品もそうです、ね、ずっとあったのが、うん、今回はそのあのループの外に出ていくようなところがあります。で、まあ、それがファイアーヘッドの場合はこう出たと、うん、出た先に何か今までのキャラクターたちがいるっていうのがまた総決算感があっていいんですよね。でもね、あのちょっとその前にやっぱりそのあの出る時 の、 あの起こったことについても僕は結構あの、いろいろ考えていて、はい、それがあの翼を溶かしながら、うん、あの飛ぶシーンの作画はすごくいいなって思って、はいはい、あの溶けながら飛ぶっていうじゃないですか、うん、だから溶けながら飛んでるから、ちょっと微妙に落ちるようなモーメントがあったりしながら、はいはい、でもそれでも羽ばたこうとするっていうところはあのすごくエモーションをかきたてられて見てて、であとかつ、落下することとかあるいはその重力っていうふうに言い換えてもいいと思うんですけども、うん、まあ、これもそのあのアニメーションにとって馴染み深いイメージなんですよね、すごく、うん、あのアニメーションの演出ってよくあるあるなと思うんですけれども、はいはい、まあ、例えばそのキャラクターが外に放り出された時に、うん、まず落ちないじゃないですか、はいはい、で下を見ると、はい、下を見るとファーってびっくりしてパーって落ちるっていう風なおなじみ の、 その、 あのカートゥーン の、ね、そうですね、演出の方法
前を向いて走ってていつの間にか道がなくなってんのに気づくと落っこしちゃうっていうとか、そういうのがあるんですけれども、あのそれってまあよく言われることなんですけれども、研究とかではね、そのまあキャラクターが属している世界っていうのはあくまで平面上の世界であって、うんうん、まあそれの平面上の世界は重力の作用しない世界じゃないですか、うん、でもだから彼らはインクの染みでしかないんだっていうような言い方をしますけども、まあインクの染みであってその重力には左右されないと、だからまあ落ちないんだっていうふうな論理になるんですけれども、でもまあだからそういったインクの染みでしかないキャラクターがその下に落ちることっていうのは、うん、まあ、彼ら自身が描かれた存在でしかないっていうことを、まあ、知りながら、でもこの平面上は物理的な世界なんだっていうふうなことを主張するために彼らは落ちるわけですよ、はいはい、だから落下するってことはその生命を落としかねない危険な行為なんですけれども、うん、でも逆説的に落ちることによって生命感が強調されるっていう、まあ、僕は結構そういうキャラクターの非常に、特質が現れているようなモチーフだと思うんですね、うん、落下って、まあ、スタンリー・カベルとかの言ってる議論ですよね、眠るする世界とかって、はいはい、そうまあ、要は現実はほっといてもこう手を離せば落ちちゃうけれども、うん、アニメーションキャラクターは落ちると思って落ちるので、むしろ現実よりもその現実の法則に対してある種自覚的というか、世界に対してすごく主体的なんだみたいなことを、映像とか、まあ、哲学者でいいんですかね、スタンリー・カベルがそうですね、うん、とか割と語ってますけどね。だからそういった形で運命に抗っていくっていうことですよね、うん、で、あとさらにそのファイヤーヘッドの場合は面白いなって思ったのは、溶けちゃうっていう設定が非常に悲しいですよね、うん、なんかすごく死体とかで残るんじゃなくてもう完全になくなってしまうっていう、だから彼らは動かない限りはその生命を維持できないっていう風な、そういうジレンマに苛まれた存在なんだなっていう風な、だからそういうキャラクターの業の深さを地で言ってるような存在として、世界の溶けちゃうファイヤーヘッドたちは生きていて、でまあそれがものすごい苦労をしてこうよじ登って一つ上の階層に行くっていうところは、まあそういったまあ先ほど山田監督の中でのある種の一つのブレイクスルーでもあるんですけれども、やっぱりそのアニメーションのキャラクターっていう風なのがどういう風なあり方を作品の中でねしていくかっていうことに対するすごく倫理的な面での回答になってるんじゃないかなっていう風に思ってます、うん、はい、ありがとうございました。あ、でもそうだ、そのなんかもう一方その、はいはいはい、もっとなんか広い枠組みでも捉えられると思って、普通にあれまあイカロスの神話、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、イカロスの神話的でもあるし、まあ、山田監督の作品自体が割とその神話構造っていうのをベーシックな部分では割と使ってる印象があるんです。そうなんですね、うん、だからそういった意味ではすごく人間が飛ぶことっていうものに対するそのある種の普遍的な根源的なそのテーマっていうのを背負っていますよね、まあ、神話がだからいろんな意味を持つとかいろんな解釈を誘いざなうのと同じように、山田監督の作品もやっぱりさまざまな解釈にいざなうような仕掛けが自覚的に施されてるっていうのはかなりありますね、と、まあここでちょっとお時間が来てしまったので、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。塚田さん、どうもありがとうございました。それではこれにてアフタートークの方も終了させていただきます。一応あれですね、次の18時の回ですね、ご予約の方で満席にはなっているんですが、まあ、もしかすると当日券もあるかもしれないので、もしお時間に余裕がある方は、はいはい、もしよければ会場時に来ていただければ幸いです。中継してますからね、これ。そうですね、はい、はい、では本日は誠にこんな大変な時期にお集まりいただき誠にありがとうございました。それでは、今回の上映をこれにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。